ザレット、ジャンプスーツアパラタス。ザレット、ジャンプスーツアパラタス。ザレット、ジャンプスーツアプラタスとは、アメリカ合衆国、フロリダ州ジャックソンビル出身のポストハードコアバンドで、ある。日本での略称は、レッチャン、レッパラなど。バンドの名前である、レッド・ジャンプスーツアプラタスは、目隠しされたメンバーの一人が、壁に貼られたデタラメの単語の中から三つ選んで決めた。 もので、メンバーは名前にはこだわっていなかった。フェイスダウンは、全米シングルチャートにて、最高24位を記録した彼らの代表曲。ロニー・ウィンター、ロンニー・ウィンター、ジョシュ・バーク、ジョシュ・バーク、ランディ・ウィンター、ランディ・ウィンター、ジョーイ・ウェストウッド、ジョーイ・ウェストウッド、ジョン・ウィルケス、ジョン・ウィルクス、エリアス・レディ、エリアス・レディ・デューク・キッチンズ、リュック・キッチェンス、 マット・カーター、マット・カーター、2001年冬にロニー、ボーカルと、デューク、ギターが、フロリダ州にてバンドを結成。初期の頃は、ブリンク182等のカバーを行っていた。その後も、地方で、精力的に活動し評判を得るもメンバー数人が、脱退。ロニーが、ネットでメンバーを募集し、それを見た、エリアス、ギターが加入。 その後エリアスが以前活動していたメタルバドのメンバーで幼馴染みの上位、ベースが加入する。同じ時期にジョン、ドラムがハイリーマのメンバーとなる。数ヶ月後にバージンレコードと契約。プロデューサーとして放送オンハイツ、ブレイキングベンジャミンを手掛けたデビット・ベンデスを迎え、アルバムの制作に着手する。2006年6月18日、デビューアルバム、Don't You Fake It をリリース。 全米最高25位となる。当時、時代の流れに乗った先鋭スクリームサウンドに全米から注目が集まり、最終的に全米で100万枚以上を売り上げる大ヒットを記録。このアルバムには、後の彼らの代表曲となる、フェイスダウンが収録されており、全米シングルチャートにて最高24位を記録している。ちなみに、この曲、フェイスダウンは、 家庭内暴力について書かれた曲で、インタビューでロニーは、自身の経験をもとにして作られたものだという。インフェイト、エス・ハンズは、エリアスとジョーイがいた、メタルバンドの名前と同名で、セブンティーン・アイン・ティーソー・スイートは、才能はあるがミュージシャンとして成功できないでいる、女友達に捧げた曲でる。また全ての曲のコンセプトは、実際に起きた出来事である。 2008年4月、幕張メッセにて開催されたプンクスプリング08に出場。その後の10月にギターのエリアス・レイディが脱退する。直後にマット・カーターを正式メンバーへ迎え入れる。2009年2月3日にはプロデューサーに聖おしんスリー・ディズ・グレイス等を手掛けたハワード・ベンソンを迎えたセカンドアルバムロンリーロードをリリース。 全米最高14位となる。また、この作品では、音楽性が以前と一変しており、楽曲から絶叫を外す、脱スクリームを行っている。それに加え、オルタナティブロック調やカントリー調の楽曲まで録、されており、それまでのハードコアなサウンドから一転、非常にポップな路線へと移行している。2010年になると、当時契約を結んでいた、バージンレコードからの離脱を表明。 その後はフリーで活動を行っており、8月24日には自主制作でミニアルバム Hell o イウォーター e p をリリースした。なお、今作からロニーの絶叫も完全復活し、サウンドも以前のスクリーンもよりへと戻っている。セカンドシングル Don't Hate のミュージックビデオが現在彼らの公式マイス p ースで視聴できる。 2011年7月11日、マットとデュークがプライベート生活への専念を理由にバンドから脱退する。その後、17歳のジョシュ・バーク、ジョシュ・バークを正式にリードギタリストへ迎え入れる。続けて、ロニーの兄弟のランディ・ウィンター、ランディ・ウィンターが正式にリズムギタリストとして加入。2011年8月29日、プロデューサーに ジョン・フェルドマンを迎えて制作されたニューアルバムアム・アイザ・エネミーがリリースされ全米ビルボードアルバムチャートにて初登場61位を記録した。これは2010年にリリースされたミニアルバムヘル・オア・ハイ・ウォーターに比べ若干攻撃力が抑えられた作品となっており彼ら本来のエモーショルなウォルタナキブロック要素をより推し進めた作品となっている。なお、 世界流通版はマネージメント会社コレクティブサウンズを通してリリースされ、日本国内版はユニバーサルレコードからリリースされている。ファーストアルバムドンと y うフェイクイットではポップパンクに巧みに絶叫を混ぜた攻撃的なサウンド、いわゆるスクリーモと呼ばれるサウンドを聴かせてくれた彼らだが、セカンドアルバムロンリーロードからは完全に絶叫を外し、 全体的に落ち着いた楽曲が並んでいる。そのため、アメリカでは発売当時、数多くの賛否両論が巻き起こった。しかし、レーベル離脱後にセルフリリースしたミニアルバム、Hello イ High Water EP では、チョークや Don't Hate を筆頭に、以前の彼らのスクリームサウンドへと回帰している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。